皆さんこんにちは、ミヤクレイです。ということで、今回もネパ人間の RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、ですね、今回も、リクエストで、縄文賞をね、狙ってくださいみたいなコメントをいただいたので、今日はね、まあ、目の前に、まあ、いるので、3人が、早速ね、激励上がりをね、していきたいかなと思います。まあ、装備はね、まあ、普通のいつもの打撃パンみたいなパーティー使って、まあ、ラタ入れたんで、これで落ちるといいんですけど、まあ落ちないかな。いや、ちょっと諦めないすぎる。はい、やっていきましょう、とりあえず。さあ、どうですかね。ちょっと下、押すか。押して、で、まずはピショップ倒す。で、デキラは、ブーストも使ったんで、118倍ですね、今回。ああ、そっちやっぱ狙っちゃうか。そラタはね、もうね、誰ね、狙うかっていうの選択できないんで、運なんですよ、これも、誰狙うかっていうのは。入れても正直あんま意味ないかなって感じですね。お、全員止まった方がいいっすよね。わかんない。よいしょ。よいしょ。これエンジェルフライが地味にね、長いっていうね、ちょっとこれがめんどくさいんですけども、はいはい、オッケーオッケーオッケーよ。いやー、そこ狙うか。まあまあ、さあ次はクイーンですね、狙うの。激レアオートス落ちるといいんだけどね。なんでクイーン全員集中攻撃します。はい、どうぞ。はい、エンジェルフライ、これで一気に行動を停止していく。よし、クイーン止めた。あとはキングだけでね。これラストね、キングね、エンジェルフライでやるとなんか、ファイナルモードだったっけ、なんか、そんな感じのモードみたいなのが変わらないと、防御がめっちゃ硬いんで、それはね、最後、一人になった時はね、エンジェルフライを使わずに、あえてね、普通の攻撃でね、やっていきたいかなと思います。そこをね、ちょっと注意しなきゃいけないところなんですよね。はいはいはい。はいはいはい。さあ、やれるか、やれないか。あ、入れないか。これはもう使わなくていいんじゃねえ。攻撃下がったか。うん、まあとりあえずクイーン、あ、うん、とりあえずクイーン狙う。はい、これでどう。ちょ、こんな感じで守れるんで、キングは。よし、オッケー。どうした、あとはキングだけで、これでファイナルモードなんじゃない。オッケーオッケー、ファイナルモード、これでね、攻撃が当たるようになったん で反撃くんのが結構きついな。なるよ、結構きついけど、なんとか耐えた。よし、オッケーオッケー、反撃きつらい。さあ一気に攻めましょうか。はい、エンジェルフライ。さあ、オッケーオッケー、止めた。これエンジェルフライ一回さ止めたらもう行動しなくていいんだよな、本当は。なんでするんだろう。話すことが何もないから、とりあえず無言で。さあ、これで落とせる？落とせない。オレンジか、落とせないか。さあ、ラストエンジェルフライ。オッケー、4回もエンジェルフライ許してないかな。2回でいいかな。なんか普通に止まるからあんまり許さない。
どうしてたな。まあ一応寝には寝ようって感じなんで入れてるんですけどね、いつも。正直言ってこの時間がちょっと無駄なんだよ。これでやれたでしょ。オッケーオッケー。出ますかね。いきます。せーの。あーあー、相乗の紋章と王の紋章は出たんですけど、女王だけ出ませんでしたね。これだから運が良かったら相乗と王の紋章、女王紋章全部出るってことか。うわ、今回も悪かったな。残念、仕方ない。言うて縄文章何個か持ってるんで。はい。ということで、ラスト宝箱かけております。いやー、きつかったですね。王と女王、相乗出たけど、女王が出なかった。って感じでした。はい。宝箱はちなみにこんな感じです、今回は。はい。王と相乗だけ出ましたね。はい。ということでね、ここまでのご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。おう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 。ほいほい。1,2,3,4,5,6,7,8。トゥリーン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 。あれ、ワンアップしないぜ。なんだ？